もう、まあね、ここで、ギータがホームラン打つんで問題ないですね。ほんまに打った、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 イエーイやったー、ほんまに打った、ほ、ね、ほんまに打った、ほんまに打った、ギータ。やっと出た、もうめっちゃ久々に見た、ギータ、ほら、めっちゃ久々に見た。ギータがホームラン打つから問題ないっすね、とか言ってたら、ほんまに打ったんですけど、ギータ。え、ちょっと待って、もう久しぶりすぎて泣けてくる。ギータのホームラン久しぶりすぎて。やっぱこの人だよな、ホークス。やっぱこの人が打たん、ちょっと待って。この人が打たんと始まらないんですよ、ずっと嫌な展開だったからかな。ちょっと待って。まだ試合始まったばっかだし、泣けてきた。まだ全然勝ったわけじゃないんで、泣くのはまだ早いっす。泣くのはまだ早いっす。すいません。これとふがけって。いや、これ恥ずかしいわ。これはずいわ。はい、オッケー。いやー、泣きましたね、今日は。はい、ということでね、福岡ソフトバンクホークスなんですけれども、今日はね、楽天戦相手にね、6対4で見事に勝利を収めました。よかったー、本当によかった。いや、今日もね、昨日と同じくホームランが入り乱れる花火大会でしたね。もう取っては取られ、取っては取られの、もうほんとシーソーゲームで、マジで見ててしんどかったですけどね。まずは先発のバンデンハークさんだったんですけれども、まあ、ちょっとね、フォアボールが何個だっけ、5個か6個ぐらい出しちゃって、まあ、審判の厳しい判定とかもあったんですけどね、まあ、そういうのもいろいろ積み重なって4回でマウンドを降りることになってしまいました。ただね、ギータが打ったんすよ。ギータが初回点取られた後ね、すぐにギータがソロホームランで同点に持っていったんですよ。コメント欄で誰か教えてくれたんですけど、なんかもう8月31日以来のホームランだったらしくて、もうどうりで久々だなと思いましたね。まあ、それではもう最近ずっとホークス辛い負け方とかばっかりだったんでね、ここでギータが久々に打ったもんだから、ちょっと感情が溢れてしまいました。恥ずかしい。で、その後もね、デスパがツーラン打ったり、フクちゃんが勝ち越しソロ打ったり、あ、そうそう、ギータがまたタイムリー打ったりとね、ミマさんはじめ楽天の投手陣から6点を奪い、最後は森さんが無事締めてくれました。まあ、他にもね、石川さんだったり、カイノ君だったり、モイネロだったり、内川さんだったり、もう本当に今日活躍した人挙げればキリがないですけどね、これぞまさに全員野球というかね、全員で掴み取った勝利でしたね。あー、よかった。とりあえずこれで楽天さん投手ファイナル5位に戻しましたので、いよいよね、まあ明日勝った方が CS ファイナルに進出という分かりやすい展開になりました。まあ引き分けでも一応ホークスが上に上がれるんだったかな。多分明日の先発は高橋礼君だと思うんで、もう皆さん全力で礼君を応援してね、ホークスの勝利を信じましょう。それとね、本日もたくさんの方に観戦ライブ来ていただけて嬉しかったです。ありがとうございました。そのたくさんの方にね、ちょっと泣き顔さらしちゃってるのが恥ずかしいんですけれども、明日もね、夜6時から観戦ライブやろうと思うんで、よかったらぜひ皆さん遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ホークス、最高！